まあね、コーチが変わったりも含めて、まあ、いろんなこうことがチームであって、まあ、僕自身もやっぱり後半戦はもう体調も優れなかったり怪我もあったりとかでなかなかこう出てても思うようなプレーができない中で、でもチームで勝たなきゃいけない落ちる可能性もあるっていうのはすごいプレッシャーを感じながらやってましたし、こうあれだけ勝てなくてもお客さんが応援してくれていろんな方々に支えられてっていうのがこう感じすぎるシーズンというか、あれだけ負けてたら離れていってもおかしくないなと思ってましたし、もっと厳しい、まあ、もちろん厳しいこともありましたけれども、もっと言われるかなっていう意識がある中で、それでも本当に温かくというか一緒に戦ってくれる、声かけてくれるっていうのは、それに応えられないのが辛いというか、やっぱり結果で僕たちは応えるしかないし、まあ、最低限一生懸命やるっていうのはこうチームとしても個人としてもどんな状況であろうとやり続けなければいけないとは思ってたんですけども、なかなかこう全体の結果として出ないっていうところは歯がゆいシーズンというか、今シーズンはたくさんの応援ありがとうございました。皆様にじゃないですね、1名様にサインをプレゼントするのでぜひよろしくお願いします。